よし、続けやるか。ベロニカの妹のセーニャを助けに行くというとこでしたね。あ、そう、なんかコメント見てたらね、このメニューの仲間、ここで仲間と会話できるらしくて。あ、へえ、なるほど。私、セーニャと旅をしていてね、たまたま立ち寄ったホムラの里の虫風呂がお肌にいいと聞いて足休めしてたのよ。その時はまさか里の虫風呂に入ってる時に魔物にさらわれるなんて思ってなかったわ。全く物騒な時代になったものね。あー、ドラクエ7の会話システムみたいな。ここでできるんだ。魔物たちの魔物たちのアジトはホムラの里から西へ進んだ先の地下迷宮にあるぞよ。準備ができたら早速行きましょう。あー、なるほどね。あー、同じこと言ってる。え、神は？ん？ベロニカのやつは気に食わねえが。おい妹のセーニャって子は何も悪くないしな。早いとこ助けに行ってやろうぜ。ベロニカの目の前で言うなよ気に食わねえとか。ベロニカの妹って言ったらかなり小さい女の子だろ。さすがに魔物の巣には置いておけねえよ。いや、おい、カミュかよ。相変わらずカミュなこと言うな、カミュは。さて。なるほどね。いや、これ結構ストーリー進行によってね、かなり細かく変わるらしいんで、これからもちょこちょこ見ていきましょう。確かにこれは見た方が面白いな。よし、じゃあ行くか。西の方って言ってたよね。じゃあこっちか。ベロニカってこれ戦ってくれんのかな。ちょっとバトってみるか。ちょうどいいベスが嫌がるここに。おら勇者だ喧嘩しようぜ。おい、俺の剣が血を吸いてえとうついてんだよ。うはっ。おお、殴ってくる。あ、殴り魔法使ってくんないのか。じゃあとりあえずドラムゴートンスリープだわ。よし、眠らせていって。まあでもダメージ大したことねえな。やっぱ装備大事だな、ドラクエって。装備強いだけでかなり変わるね、ダメージ力。おい、ナイスだよ、イレブン。で、ヒプノスハントドラムゴートに。おら、おつえ、ナイス。6倍ダメージなんだよね、これ寝てるやつに使うと。あれ、ベロニカ殴ってばっかじゃん。あれ、魔法使ってくんねえのかな。いや、すげえ殴る。え、肉体派？あれ、魔法使えなかったっけ、ベロニカって。なんか仲間になるまでは魔法使ってくんないのかな。そういうやつ、たまたま。おお、これか。え、これ、なんかすげえあるんだけど、ちゃんとしたものが、立派なものが。これ魔物が作ったの、やばくね、建築技術。荒野の地下迷宮。あ、でもここっぽいな。え、会話してみるか。じゃあこれ変わんの。あ、変わる、すげえ。イレブン、用心しなさい。ここはあちこち罠が仕掛けられているから、うまく切り抜けないと出られなくなるわよ。罠？私がここから脱出した時も、もう少しで本当の迷子になるところだったわ。特に床には注意することね。いや、具体的に言ってよ。床？どんな罠があるの？あ、同じこと。基本同じこと言うのか。カミュ。なんだか嫌な感じの迷宮だな。今までここでたくさんの人間が犠牲になったような、そんな匂いがするぜ。お、血の匂いを感じてるじゃん。さっさとセーニャって子を見つけたら、こんな場所からおさらばしよう。盗賊の勘がそう言っているぜ。え、あれはルコのお父さんだっけ。わ、ここにいんじゃねえの。この人も助けないかな。よっしゃ、かかってこいよ、タホドラキーども。タホドラキーのタホって何だ。ドラクエ結構そういうのあるよな。ヒースドラゴンのヒースも、ダースドラゴンのダースもよくわかんないし。じゃあ火炎陣使うか。カミュ、火炎陣。いや、これ結構強いんだよな。なんか敵が行動するたびに2、30ダメージぐらい与えるんだけど、これ強えわ。ほら、こんな感じで。これバンバン使っていった方がいいな、全体攻撃だし。ほら、よし、ナイス、カミュ。光り輝くカミュ、ナイス。でこっちか。いや、広いな、ダンジョン一つとっても広いわ。あ、これ目じゃん。あ、ダンジョン内にもあることあるんだ。胎児の念に手をかざす。うん、これなんか見えんの、また過去の映像見えるのか。おお、あ、見えてる、すげえ。あ、シャドウだ、シャドウがいる。ペラッペラだな、おい。え、なんで。あ、危ねえ危ねえ、この先には確か落とし穴があったな。落とし穴、
喋ってる。仕掛けを作った張本人が下手打って穴を開けるわけにはいかねえ。ここは回り道していくとしよう。あ、なるほど。その仕掛けのヒントがこれ。いや、すげえピンポイントで過去の記憶見れるじゃん。てか魔物がボイス付きで喋んの結構未だに違和感あるな。そもそもこんなガンガン喋ってたっけ、ドラクエの魔物って。まあいいや。なるほど、落とし穴。え、こっちは、こっち側で、あー、ちょっと行ったそばから引っかかってね。あー、宝子ありがとう。オリーのホスピタリティが光る。お、羽帽子、しかも結構いいじゃん。これ落ちた方がいいまであったな。うわー、魔物めっちゃいる。スカルライダー、腐った死体もいるじゃん。腐った死体って結構中盤のイメージだけどな、割と序盤に。あ、こいつ光ってる。え、これ乗れんの、スカルライダー。ちょ、スカルライドできんの。ちょ、やろうぜ、イレブン。よし、OK。いや、神強え、マジ。終わったな。早いし、攻撃力高いし。あ、乗れる、やった、よかったな、イレブン。お前、乗るの好きだもんな、こういうの。乗ってみ。おいやー、楽しそう。うわー、これ楽しいわ。これ絶対楽しいわ。あー、ぶつかった。くそ。邪魔だよ、腐った死体がよ。はい、倒し。ベロニカすげえ褒めてくれんじゃん。すっごーいって。毒食らっちゃったな、イレブンが。毒消しそう飲め。はい。イレブンって野菜嫌いそうだよな。なんとなくのイメージだけど。いや、これすげえいいじゃん、イレブン。絶対楽しいじゃん、お前これ。うわー、ちょっと待って。なんで腐った死体出てくんだよ、コンクリの下からよ。石か、これ。どっちでもいいや。めちゃくちゃ突き破る、ど根性腐った死体じゃん。すげえ。いや、イレブン絶対こういうの好きだよな。なんか光ってる。あ、なんか調べられる。何これ。おお、おお、すげえ。あ、写真は撮れない。あ、登れるんだ、壁を。うわー、もう絶対好きじゃん、イレブンこれ。イレブン大興奮だろ、こんな顔。ニッコニコだろ今お前。一生乗っときたいだろうな、これは。うわー、よかったな、イレブン。お前の好きそうな乗り物手に入って。いや、魔物めっちゃいるわ。いや、俺、イレブンを小学生男子ぐらいの精神年齢のやつだと思ってるから。こういうの大好きだもんな。あったから、ここ。お、やった、小さなメダル。こういうのもイレブン好きだろうな。めちゃめちゃ集めたいだろうな、こういうの。お、なんかマップで境界マーク出てんだ。これ何、こっち行ける。へえ。お、こんなところに泉があるなんてな。泉、あ、回復できんじゃない、じゃあここで。え、ベロニカ、 あれは。え、何。え、あ、いた。え、大丈夫。セイニャ、セイニャったら、ちょっとしっかりしてよ、セイニャ。ん、あ、ピンときてな。セイニャ、こいつがお前の妹だって。あ、そうか、大きさ的にな。どんな時もずっと一緒だって約束したじゃない。ねえ、返事してよ、セイニャ。いや、そう、セイニャはでかいんだよな。いや、でかいっていうか、本来のっていうか。あ、起きた、うん、寝てたの。はあ、いや、ふわーって、マジで寝てるじゃん。こんなとこでよく寝てれるな。すみません、私人を探していて。え、疲れて泉のそばで休んでいたらそのまま眠ってしまったようです。いや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 、ベロニカ来てるよ、セイニャ。さあ、この人結構天然なんだっけ。お、お姉様。お、なんというおいたわしい姿に。おいたわしい姿。あ、え、あんた、私がわかるの。あ、初めて見たってこと、この姿を。え、何年もお姉様の妹をしてますもの。ちょっとお姿が変わったくらいで間違えたりしません。何それ、テオおじいちゃんと同じこと言ってる。もう、紛らわしい倒れ方しないでよ。私、てっきりあんたが。え、じゃあこの姿になる前にはぐれたってことか、二人は。なるほど。なあ、お取り込み中のところ悪いが。お、神。セイニャってのはお前の妹なんだろ、一体どういうことだ。お、神に説明してやってくれ、混乱してるみたいだから。いや、さすがに俺はこの設定覚えてたな。実は私とこの子は双子なの。双子、あ、双子だったの。あ、それ忘れてた。こんな見た目になっちゃったのは
深い訳があるのよ。なんでなんでだっけ。私をさらった魔物はね、うん、ここをアジトにしてたくさんの人をさらっては魔力を吸い取って集めていたの。なるほど、魔力を吸い取る。魔力を吸い尽くされないようにこらえていたら、どんどん年齢の方も吸い取られたみたい。それで今はこんな格好ってわけ。いや、どういうこと。魔力を吸われないようにしたら年齢吸われたってなんだ。すげえ若返り放題じゃん。じゃあこう見えて私はれっきとした年頃のお姉さんなの。これからは子供扱いしないでよね。いや、それ先に言うべきだわ。それは子供扱いされるって。それは分かったけどさ。分かったの。体がそんな状態じゃこの先やっていけないんじゃないか。今の説明で納得できたんだろ。ええ、そうよ。だからあんたたちには あの魔物から魔力を取り戻すまで付き合ってもらうわ。なるほどね、だから魔法使えなかったのか。ベロニカ、私からもお願いいたします。あ、はい。回復呪文で皆様のお手伝いをしますわ。いや、助かるな。さあ、行きましょう。回復担当増えるの助かるわ。敵強いからな、マジで。はあ、なるほどね。あ、そしてお前ずっと乗ってたのか、イレブン、もしかして乗りながら聞いてたのか。え、これ泉よ、調べられ、あれ、られないか。おぉ、やめろ、やめろ、お前も。楽しいのはわかるけど。真顔やめろ。真顔で高速で乗りこなすのやめろ。わ、なにこれ、わ、なんか、なんかすげえ面白いんだけど、これ。え、これなんでこんな面白いの。いや、イレブン面白いわ。イレブン面白い。イレブン好きだな。こいつなんかシュールだな。何やらせてもシュールだな、イレブンって。あ、そうだ。会話してみるか、会話。セーニャが加わったしな。なんか変わってんじゃない？メッセージ。あのさ。あ、変わってる。ニコー。セーニャとは生まれた時からずっと同じくらいの背丈だったから、こうして並ぶとちょっと変な感じだわ。いや、ちょっとどころの。でもこれくらいの大きさになったから、閉じ込められても脱出できたのよね。全く間抜けな魔物で助かったわ。いや、年齢吸われるってすごいな。写真は撮れないか。さあ行きましょう、イレブン。私から魔力を奪った魔物は荒野の地下迷宮の一番奥にいるはずよ。いや、マジ若返りスポットとして流行るんじゃないの、この場所。よかった。セーニャさん、一時はどうなることかと思ったけれど、ひとまずお姉様が無事で安心しましたわ。ずっと探してたんだもんね。子供っぽいお姉様の見た目も魔物にも、おぼ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 、落ち着いて。魔力を取り戻せばきっと元通りになるはずですわ。さあ参りましょう、イレブン様。元通りになるんだっけ、これ。どうだったっけ。さて、カミュ、ベロニカの妹というくらいだから生意気で可愛げのないチビが2人になるかと思っていたが、ボロクソよな、ベロニカのこと。うん、セーニャはおっとりしてて素直そうだし、これはいい意味で期待を裏切られたの。え、ちょいとやる気が湧いてき、おい、カミュ、お前セーニャさんのこと好きなんちゃん。おい、一目惚れしてんちゃん。おい、カミュ、おいおいおい、お任せろ、お前、カミュ。お前が、セーニャさんがお前のこと好きになるように、俺がやってやるから、ちゃんと。な、任せとけ。いいぞ、いいぞ。じゃあ、見てあげて。セーニャさん、見てあげて。どう？かっこいいでしょ？カミュね、ダンスうまいんすよ、ほら。ね。キレッキレでしょ、カミュ。セーニャさん、どうですか、これ。セーニャさん、どんな顔して見てんの、これ。カミュのこと。感情のない微笑み。だが神はノリノリ。あ、いいね、これ。いいね。セーニャ、今から俺の気持ちお前に伝えるぜ。ダンスでな。シュッシュッキュッくるスッみたいな。そういう感じですかね、これね。いや、いいじゃん、神。写真撮っとこう。思い出になるな、これはな。いやー、いい写真が撮れた。いや、面白え。手振ってん、どこに手振ってんだろう。いや、でもこのさ、神がちょっとセーニャさんのこと気に入ってるっていうのも、これ会話しないと得られなかった情報だもんね。確かにこれ大事だな。そういや、バンバン会話しないとな。ちょいとやる気が湧いてきたぜって、なんだよ。やる気出してんじゃねえよ、可愛い子いたからって、お前。そしてイレブンは乗り物に夢中。なんだこいつら。男どもしっかりしろ。目あるじゃん、また。これまたヒントが見れるのか。うわー。いや、どうする、さっきの神のダンスシーン再生されたら。一生ここに記録されたら。
あ、またこいつじゃん。シャドウじゃん。喋るシャドウ。おっといけねえ。おう。ここを通るには合言葉が必要だったな。合言葉。そうだ。なるほど。これがわかるわけね。合言葉が。闇心あれば影心。なんだよそれ。あ、開いてるわ。いや、よかったな、カミュ。お前一瞬ヒヤッとしたんちゃう、マジ。いや、今後ここに来る冒険者、あ、まあでもイレブンだけか、見れるの。いや、でもイレブン以降の勇者たちがさ、みんなカミュの勇姿を見ることになるかもしれなかったから。よかったな、あの瞬間が記録されなくてな。いや、でもわからん。タイミングによっては流れるかもしれない、なんか。どこからともなく声が聞こえる。闇心あれば影心。ここを通りたくは、闇心あげれば影心。あ、闇心あれば影心。一回も言えてない気がする。おお、開いた。やったぜ。何やら扉の向こうから声が聞こえる。イレブンはそっと扉を開けた。おっ、おお、なんかでかいのいる。なんだあいつ。あれ、ボスか。あ、さっきのシャドウじゃん。俺があれだけ注意したのに獲物に逃げられやがって。また喋ってる。ごめんなさいじゃすまねえんだよ。仲間荒れしてるじゃん。あのベロニカという女はただものじゃねえ。あ、ベロニカ。桁外れの力と極上の素質を秘めた、何年に一度現れるかわからない逸材だった。あー、ベロニカを逃がしたことをね、怒ってんだ。おお、あ、でんでん流じゃん。あの女の魔力を全部収めすれば、いずれ現れる魔王様の右腕になれただろうに。魔王。それをお前らは。イレブンの魔王って。魔王だって名前なんだっけ。いたのは覚えてない。間違いないわ。あの魔物たち、ホムラの里で虫風呂に入っていた私をここまでさらってきたやつらよ。あ、あいつらがさらってきたんだ、あのシャドウたちも。あの竜のそばに大きな壺があるでしょ。おう。私の奪われた魔力はあそこにみっちり閉じ込められているはずだわ。あの壺にさ、物理的に取られてる。なるほど。あの壺の中にお前の魔力が。さて、どうしたのかな。うるせえな、魔物の方が。え、あ、なんか来てるよ。あ、セイニャさん。お姉様。え、なに、見つかった。あ、見つかってる。いや、お前もビビるんかい。両方ビビってんじゃん。あー、バレた。なんで寄ってきてからビビるん。このデンダ様のアジトに勝手に入り込みやがって。デンダ、あ、そういう名前なんだ。壺抱えてるし。はは、なるほど。おめえらは俺が取り逃がした獲物をわざわざ届けに来てくれたってわけか。いや、違う、魔力を取り戻しに来たんだよ。家宝はブチ切れて待てとはこのことよ。なんだそれ。さあ、野郎ども、仕事の時間だ。こいつらことわざ好きだな。こいつらの魔力全部吸い尽くしてやるぞ。あ、やっぱ魔力を吸うんだ。そうか、魔王に捧げるためにな。こうなったらやるしかねえ。油断するなよ。おお、やってやろうぜ。まあさっき回復したばっかりしな、泉で。今回は万全だ。行くぜ。え、このシャドウたちも、あ、一緒に出てくんだ。なるほどね。集団戦法 OK。 4対4か。上等じゃねえか。じゃあとりあえず古文の方から数を減らすのが大事だからな。じゃあ古文へ。寝ろ。あー、寝ないか。睡眠足りてるわこいつ。あー、オッケー、ナイス。いや、ベロニカに攻撃いくのはいいよ。え、多分これ無敵だよね、ベロニカってね。多分そうだよな。肉壁として。お、セイニャさんもナイス。肉壁として役に立ってもらおう。で、イレブンはどうしようかな。ギラ行くか。よし、グループを。デンダロン古文一網打尽。よし、オッケー、ナイス。お、スカラ、あー、ありがてえ。マジありがてえ。スカラナイス。いや、そして肉壁。ちょ、この二人すげえ役に立つんだけど、ありがてえ。よし、ギラ。いや、これセイニャさん回復もしてくれんじゃないの。回復任せてって言ってたし。おい、カッチカチ仮面。おい、息吸い込んでる。なんか来んのか。え、これ防御した方がいいかな。で、とりあえず様子見るか。とりあえず古文減らすぞ。スリープだが。おお、寝た。よしよしよし、寝るんだな、こいつらも。スカラ、ありがてえ、マジで。ありがとうございます、セイニャさん。1ダメージ。冷たい気。いや、これどう。いや、いった、マジか。ちょ、40ダメージ。危ねえ。ちょっと待って待って待って。薬草。いや、待てよ。これ、セイニャさん回復してくれんじゃないの。
ちょっと待って、攻撃消しよう。シュープラスアント。オッケー。さすがにこれは倒せるわ。あぶれ。おい、カッチカチ。カッチカチ勇者爆弾。お、眠らないね、カーメン。睡眠バッチリ足りてる。ナイス、お前。お助けします。おい、ありがとう。いや、これ負けないでしょ。負けないでしょ、これ。いや、セーニャさんがスカラとホイミしまくってくれる限り、いや、負ける気しねえんだけど。火炎切りいったれ。よし、オッケー。魔法の込み、ありがてえ。いや、この二人マジでありがてえ。はいはい、息吸い込んで、いや、これももうな、セーニャさんに任せれば、回復は。ほら、あ、やった、倒した。やったー。いや、楽勝だったな。セーニャさんとベロニカの存在がマジででかすぎた。楽勝だ。敵強いモードで初めて苦戦しなかったな、ボスに。まあいいか。とりあえずスキルポイントは温存で。倒したぜ。魔王様の右腕になるという俺様の野望もここでついえるのか。魔王がそのうち復活するって言ってたな、こいつら。おい、その魔王ってのはなんだ。さっきもそんなこと言ってやがったな。なあ、初めて聞いたな、魔王。いずれ魔王様にやられちまうおめえらに何を教えたって無駄さ。いや、こいつ命あっての得だねと。物だねな、このことよ。いや、こいつのことわざ好きキャラ何だったの。誰も突っ込まないけど。やっと倒したぜ。え、これでベロニカの魔力戻るのか。いずれ現れる魔王か。うん、ベロニカ。あ、あれ、てか壺も一緒に消えてなかった。あ、よかった、あったわ。私の魔力はその壺の中に閉じ込められているみたいね。うん、あいつと一緒に消えたように見えたけどな。ちゃんと置いてあったんだな、普通に。あ、シーチキン目線。開いた。あー、出てきた魔力が。これ全部ベロニカの、あ、いや、いろんな人から集めてるって言ってたから、ベロニカ以外の魔力もある。これで魔力が戻るといいんだけど。魔力戻るんだっけな、これ。ベロニカ、あー、魔力に覆われている。あ、セーニャさん。お、あ、あ、変わってない、姿は変わらなかったか。そんな、お姉様の姿が変わっていない。魔力は戻らなかったのですね。え、あ、そういうこと。魔力はおお、戻ってる。魔力だけ戻ってる。ああ、そういうこと。心配なく、この通りすっかり元通りよ。はあ、魔力が頭のてっぺんからつま先までギンギンに満ちているのがわかるわ。ギンギンって、そういう表現するんだ、魔力。ですが、お姉様、そのお姿は。え、ちょ、魔力だけ取り戻して年齢はそのままってこと。いや、得しかしてねえじゃん。年齢までは元に戻らなかったみたいね。いや、得しかしてねえじゃん。めっちゃいいじゃないですか。でも、せっかく若返ったんだし、まあいいわよね。いや、年齢重ねるとね、こういうのいいなって思っちゃいますね。まあ、お姉様らしいですわね。なんだか、そのお姿のお姉様も愛おしく思えてきましたわ。いや、若返りだけ手に入れたってマジ理想だけどな。ところで、ねえお姉様、あちらの方のこと気づいてまして。あ、勇者ね。いや、ベロニカは気づいてたでしょ。もちろんよ、セーニャ。あんたも気がついたみたいね。さすが私の妹だわ。いや、何なんだろう、何に気がついたの。勇者についてのこと、なんか知ってる風だったよな、ベロニカは。イレブンのこと。あ、え、あ、何それ。命の大樹に選ばれし勇者よ。ハモってる。こうしてあなたとお会いできる日をお待ちしておりました。あ、勇者を待ってたんだ。私たちは勇者を守る宿命を負って生まれた聖地ラムダの一族。へえ。これからは命に変えてもあなたをお守りいたします。命に変えても、マジで。あなたは災いを呼ぶ悪魔の子などではありません。あ、セーニャさん。里の者から聞かされていました。私たち姉妹が探し求める勇者は瞳の奥に
暖かな光を宿していると。いやそうかな、突然ダンスしたりするやつですけど大丈夫ですかね。まあ私は最初にあんたを見た時から全部分かっていたけどね。いや本当、何それ、私が最初に目つけたみたいな。勇者を守る聖地ラムダの一族か。俺の読み通り、おい、どうやらお前は本当に世界を救う勇者だったみたいだね。いや全員がなんか分かってたぜアピールしてくるじゃん。あんたにはまだ話したいことがいっぱいあるんだけど、その前にもうちょっとだけ私に付き合って。うん、何？もう一人助けてあげたい人がいるの。あ、ここからしか入れない部屋があるはずだから一緒に探してちょうだい。あれか、ルコちゃんのお父さんここにいるんだっけ。乗ってるお前ずっと乗ってたんかい、さっきも言ったけどいやこんなやつが本当に選ばれし勇者なのかな。魔物に乗ってめっちゃ楽しそうっすよこいつ。全然降りないっすよこの魔物から。まあでもみんなが言うならそうなんだろうな。こんなやつでも劣気とした勇者なんだろうな。おら出るかだろうがよ、ふざけやがって。人を恨んではいけないよイレブン。この扉か、まあ、ここしかないもんな行けるところ。わあ牢屋だ、ここに捕まってんのか。まあどこもかしこも牢獄ばかり、なんだか物々しいですわね。牢獄に縁があるなイレブン。おっ、おっさんの声だ。そこに誰かいるのか。いやパパだろ、お父さんだろ。いた、いや目つき悪え、悪そうなんか。えもう大丈夫よ、全然似てないじゃんルコちゃん。あの悪い竜は私たちがやっつけたわ。もうやっつけたよ。いやごめんなルコちゃん魔物だって疑って最初ちょっと疑っちゃった。いやありがてえ。えもう少しであの魔物たちの餌にされるところだったぜ。こんなやつなのお父さん、なんかうさんくさいんだけど。まったく、あんな可愛い娘さんをほったらかして、こんなところで魔物に捕まってちゃダメじゃない。いやそう、なんかフラフラしてるって言ってたもんなルコちゃんが。あんたらまさかあの子をルコを知っているのか。うん、言われてきたんだよ。心配しなくても大丈夫よ、ホムラの里の酒場で預かってもらってるから、里に戻ったらマスターにお礼を言うのね。いや本当に親？全然似てないぞ。ありがとう。お母さんになの。俺の名前はルパス。ルパス。あんたたちから受けた恩はきっと忘れねえよ。本当か、忘れそうな顔してるけどな。ルパス、その名前どこかで聞いたことあるような。え、あそうな、神知ってんのか。ルパス。ギク。ギクって口に出すの。それじゃあ俺はルコが心配だから先に行くぜ。あんたたち。本当にありがとうな。リアルにギクっていうやつ初めて見た。いや俺もたまに言うけど。いや逃げたし、ちょあいつ怪しくね。しまいましたね。なんか逃げ方も怪しかった。なんか引っかかるけど、まあいいわ。私たちもホムラの里に戻って少し休みましょう。おお戻るか。いやとりあえずこれで一件落着なのかな、ルコちゃんの件。荒野の地下迷宮を後にしたイレブンたちはホムラの里へ戻り宿屋で休むことにした。あ、もうモノローグで戻ったんだ。そして夜が明けた。開けてる。あ、ダンジョンから戻る手間を省いてくれたんだ。ありがとうホリー、お気遣い感謝いたします。あ、戻ってるホムラの里に。はい、え、みんなは。あ、まだ神だけか。そうか、正式に仲間になってないか、あの二人は。オッケー。じゃあルコちゃんに会いに行くのか。あ、こんにちは。あら起きたのかい。お兄さんのお仲間さんなら下で話し込んでいるみたいだよ。お仲間さん、お兄さんのこと待ってるみたいだから早く行っておやるよ。おお、じゃあ行くかイレブン。下、あ、いる。おはよう。イレブンが一番遅起きかよお前。いや起きてきたか。俺たちもちょうど集まったところだ。神、その服洗濯したのか。絶対くせえ。やっと聞いてもらう時が来たわね、勇者であるあんたと私たち姉妹の使命について。お、姉妹の使命、陰踏んでますね。何大いなる闇、邪悪の神が天より現れし時、光の紋章を授かりし大樹の申し子が降臨す。ほう、私たちの故郷に伝わる神話の一節ですわ。光の紋章を授かりし大樹の申し子、それがイレブンってことか。これね、そう、信じられないだろうけど、あんたはかつてその紋章の力で邪悪の神を倒し世界を救った勇者の生まれ変わりなの。勇者の生まれ変わり。邪悪の神は倒されたはずなのに、なぜ勇者がこの世に生を受けたのか。あ、それは
私たちにもわからない。邪悪の神はもういないけど勇者が生まれた。そこで真実を突き止めるために、あんたを勇者とゆかりの深い命の大樹へ導く使者として、私たちが大抜擢されたってわけ。なるほど、命の大樹に連れていくのが使命か。命の大樹か、そこに行けば全ての謎が明らかになるってんだな。じゃあさっさとそこに行こうぜ。いやもう神がなんか勇者の言いたいことを代弁してくれてるな。ほんと考えなしね。え、命の大樹って空に浮かんでいるのよ、簡単に行けると思ってんの？いやいや、それをなんとかするのが役目なんじゃないの？かつて邪悪の神と戦った勇者様は空を渡り大樹から使命を授かったそうですが、へえ、その記録も時の流れに埋もれてしまいました。空を渡ったか。なんだよそれ、あんたらにもわからないってことかい？なあ、知ってんのかと思ってた。生き方、命の大樹ね。え、ん、待てよ、何かわかるかもしれねえぜ。え、マジで神、お前有能かよ。本当ですか？この二人でもわかんないのに。ねえ、昨日助けてやったおっさんな、おう、実はあいつ有名な情報屋なんだ。情報屋、命の大樹について何か知ってるんじゃねえか？ああ、あのルパスだっけ。確か迷子のお嬢さんを迎えに酒場まで戻るとおっしゃっていましたね。とりあえず酒場まで行ってみましょう。ああ、情報屋だから知ってるかもってこと。そういうことか。あ、じゃあ酒場行くか、早速。よいしょ。いやでも魔王が復活しそうなんだよね。だからやっぱそれに反応して勇者が生まれたってことなんじゃないのかな。来た、一瞬で。頼もう。あ、いる。ねえパパ、ちょ、もう帰ろうよ、お店の人に迷惑だよ。ちょ、ダメ親父してる。おい、ルパス、やっぱこいつダメなやつじゃねえか。あと一杯だけだから大丈夫だって。やっぱ命拾いした後の一杯はうめえよな。おい、いきなり酒飲んでるよ。神、よーっさん、ご機嫌じゃねえか。なあ、こんなやつだったのか。俺さ、おっさんのことを思い出したんだ。あんた裏社会では結構名の知れてる情報屋のルパスさんだろ。ああ、だから顔つき悪いのかな。なんでも生まれつきの不運を逆手にとって厄介ごとに巻き込まれちゃ、そいつをネタに商売してるって話だが、違うかい？なんだそれ、生まれつきの不運。あ、それで今回もさらわれたってこと？バレちまったならしょうがねえ。開き直りやがって。道を歩けばネタの方から寄ってくる天才情報屋ルパスター、俺のことよ。はあ、不運体質。俺があの魔物にさらわれた時はたまたま男湯と女湯ののれんが入れ替わっててな、はあ、間違えてそのまま女湯に入っちまったのさ。あ、なるほど、だからベロニカと一緒に。やったのもつかの間、なんだそれ。そこで俺は見ちまったんだ、人さらいの魔物と必死で戦う姉ちゃんの姿を。はいはい、それで一緒にさらわれたってことね。加勢するはずが俺は丸腰だったし、あっさり一緒に捕まっちまってな。あとは知っての通りだ。いや、こんな親父やだわ。ルコちゃんめっちゃ苦労してんだろうな。ベロニカ、こっちを見る。おっさん、命の大樹を知ってるか？あ、それな。命の大樹に結びつくならどんな情報でもいい、あんたが知っていることを教えてくれ。いや、教えてくれんのかこいつ。おう、命の大樹とはでかいターゲットだな。お、いいだろう、あんたたちは命の恩人だし、とっておきのネタを教えてやる。お、マジか、教えてくれるんだ。そこは気前いいんだ。ホムラに来る前、南西の砂漠の真ん中で俺とルコは熱中症になっちまった。いや、おい、不幸にも死を覚悟したその時、ルコちゃんもやっぱめちゃくちゃ苦労してるじゃないか。砂漠の大国サマディの兵士が運よく通りがかって俺たちを城に運んで解放してくれた。へえ、砂漠の大国サマディ。意識を取り戻したその時、俺は見ちまったのさ。おう、城の中に飾られたキラキラと七色に輝く枝をな。枝？何それ。俺の目に狂いはねえ、あれこそが命の大樹の枝だと思うぜ。ほほ、枝、枝ってなんか手がかりなの？お姉様、お城の中に七色に輝く命の大樹の枝ですって。行ってみる価値はありますわ。あ、行ってみる価値ありますわなんだ。それで、そうね、枝とはいえ命の大樹。あ、そうなんだ。ずっと輝き続けてるってことは勇者を導いてくれるに違いないわ。あ、なるほど、枝でも導いてくれるんだ。あんたもたまには役に立つのね。え、ちょっとだけど見直したわよ。ああ、神のこと。へへ。いや、そこはへへなのかよ。怒らないのかよ。神、ひとまずサマディに向かいましょう。
ああそうだな、サマディに向かって。ここから南西の関所を抜けて進んでいけば、うん、サマディ王国にたどり着けるはずですわ。その輝く枝を見せてもらうか。勇者様、これから先長い旅になると思いますが、私たち姉妹をどうかよろしくお願いいたします。またハモった。大事な時はハモるんだな。おお、あこれあやったー、来たぜー増えた、よかったな。イレブン被写体増えたぞこれでまた楽しめるな。いやもう神もう出がらしになるほど取ったからな、もうここまでに。これからこれサマディ王国に向かうんだったら、うん、あんたに預けておくわね。え、何くれんの。ホムスビ通行手形。あ、手形か、なるほど。南西の関所はサマディ王国の万兵が厳重に道を塞いでおります。その通行手形を見せれば通れるはずですわ。オッケー、じゃあ次の目的地はサマディか、行こうぜ。うわーうわー4人になってる。よしちょっとじゃあ見てみっかな。イレブン、これが楽しみなとこあるよな。じゃあまずホイミのポーズ1。おっ、え、キャワー、ちょめっちゃキャワーなんですけど2人とも。あ、そんな手の振り方いいな。いやボイスもだけどやっぱこのカメラモードでめっちゃ印象変わる。あーいいわ。あ、セーニャさんの拍手めっちゃいい、これ使いどころありそう。そしてお、いや、ちょ、おい、酔っ払い集団いや、もう酔っ払い集団だろ、これ酒場の座敷でよ。いや、楽しそうだな、お前らいや、こいつら本当に選ばれし勇者ご一行なのかよ。本当に瞳の奥に温かい光を宿してる奴らなのか。明日の朝は二日酔いで起きて死んだ目で顔を洗う姿しか想像できないんだけど